先生いっぱい見えるかな。こっちの方は雪が少し残ってますね。こんな感じで、ね、雪の上はこうやってキックキックで、ね、足跡をキックで足を、ね、刺して、ね、本当に普通のさ山のピークに近いところぐらいの急峻さなんだよね、この蒲生岳って。でもね、かといってね、距離が短いので、まあ3回目の人でも来れるというね、山3回目の私たちでさえ来れたというね。しかも田部井淳子さんが会津のマッターホルンといって愛した山ですよね。え、素晴らしいのよ。うん、ここから山頂の急登ですね。反対側は柳ヶ沢大滝清水へ250m、そう書いてあるね。ここから若干の急登が始まります、ね、北壁の方にぐるっとこう回り込んできた感じね、はい、ポポンポポン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 ちゃん設計、すごい設計ね。なんかスキーができるぐらいだね。ほらポンちゃん、あんまりここら辺のフキノトウは取られてないらしくて、でかいよ。あ、大きいね。ね、ほら、食べ頃がほら、食べ頃サイズ。食べ頃サイズだった。そこには。おぉ、フキノトウさんが。ね、ほら。ね。手を出してる。うん。山頂まで900m。まだ結構ありますね。ありますね。うん。900m。半分以上来たってことだね。蒲生岳登山道。はい、ポンちゃんが今、雪渓を渡ってます。雪渓を渡るポンちゃん。ね。まあ、ここはそんなに急ではないから。で、雪渓がね、結構柔らかいんで。まあ、気をつけていけばね、大丈夫な、登っております。ね。はい、ここからまた夏道登山道ですね。なんかね、広々したね、ブナ林のね、ブナ林のね、ブナ交流広場っていう感じで、ここから、今度、はい、ここから尾根登りのね、急登が始まりますけどね。まだ急登ってことではないけど、まあ尾根登りね。うん。山頂へっていう標識ちゃんと書いてありますね。すごいね、この、かなり整備してありますね。山桜の、この木が山桜やろ。うん、大きいね。うん、まだ咲いてないね。うん。これから、うん、かもね。山桜はね、ちょっと遅いんですよ。大山桜はね、これから。これから？ラビスパンとかなんかね。山桜のね。あ、これブナ、大きい太いブナがあるで、ポンちゃん。ね。立派。うん。太いブナが。うん、この、兄弟ブナやな。そっちの太いブナとな。うん、こっちの太いブナがな。兄弟ブナガーってやつやな。ほら、ね。だいぶ年数経ってそうやな。この兄弟ブナ見に来なあかんやろ。すごいね。な。まあ、もう一本、小さい子供もいるからな。なはい。ここから急登です。これは本物の急登。でも、この急登登ればね、頂上なんで。まあ、行ってみましょう。はい。鎖もあるね。鎖ついてるよ、ポンちゃん。ここに？上に。上に。さあ、ここ鎖場です。うわ、斜面に咲いてる花がまたこれ。そうやね。かわいい。うん。おー、いっぱい咲いてるよ。ほら。ね。ちょうどいいのかな、今ね。この雪解けから咲き出すからね。うん。こういうのは。
綺麗なところに、うん、こういう可愛らしいお花はちょうどこの雪解けの今頃がね、うん、すごい可愛い、うん、可愛らしいよね。こんな急斜面だね。この急斜面だからこそ咲くんでしょうね。この岩内輪の咲く急斜面ね、鎖も出てきました。ここが蒲生岳のクライマックス、蒲生マックスです。この鎖も比較的新しいもんね。こっちに古いのがある。ああ、本当だ。ねえ、いい感じよ。こういう感じ。ああ、今日はもうポンちゃんガンガン行ってますよ。ガイドがあるな。ガイドはあるけどすごいな、ここすごいな。これ両側切れ落ちておるで。高かったら怖いよね。高かったら雪があのこの全く枝がなかったら結構怖いで。これ北御用松通り、ここは通りなんか。山頂まで100メートルや。そうや、あと100メートル。さっき何百メートル？ 900 メートル？じゃああと100メートルや。だいぶ来ましたの。あ、もうだっけ。北壁ルートです。そっちから回った方がいいやろうな。うん。ポンちゃん、ここ岩場ですね。喋、ね、る余裕がないという。これ鎖助かります。これ鎖なかったら山伏さんやないといけんやろ。で、アポンちゃんが越えてます。御用松通りの難所ですね、ここは。すごいの？うん。でも鎖あるから鎖離さんでね。ポンちゃん。越えた？越えたな。わー、ポンちゃんがね、崖っぷちをトラバースしてますよ。崖トラ。これ表のあの鎖なんか、これか、生優しいね、こっちに比べたら。あ、上級ね。上流階級とちゃうで、ポンちゃん。これ下崖。ね。すごい、こう、あの、高度感があってね。スリリングですね。ほんま。上流階級は違いますね、やっぱり。上級でした。上級でしたか。わー、ポンちゃんがすごいとこ登っておりますよ、ポンちゃん。何度ここ。60度ぐらい。もう、ほぼ崖。でもね、鎖がついてますからね。まあ、鎖、これ、まだ新しくて、しっかりしてるんでね、大丈夫だと思います。よいしょ。はいよー、行くで、ポンちゃん。よいしょ。はぁ。はぁ。よいしょ。
よいしょ。よいしょ。すごいとこだな。これはすごいよ、ポンちゃん。よいしょ。よいしょ。いや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 。はい。ポンちゃん。はい。やった。登ってこいったよ、ポンちゃん。こんなところがあるんだ。今度ロープ。ロープ石登り。これが只見から見ると、わし花みたいに反り上がって見えるんやな。あ、ポンちゃん。ポンちゃん登ったか？登ったよ。じゃあ、ポンちゃん行くで。うん。よし。よいしょ。この、岩場登りを、うん。ね。すごいとこ登ってきたね、ポンちゃん。ね、うん。山うなぐはすごいな、やっぱり。やっぱりうなぐと呼ばれるだけあるで、ポンちゃん。うん、山うなぐや。すごいね。すごい景色。ポンちゃん。ああ。なんか。これすごくない？すごいわ。すごい。ほんますごいわ。これはすごいわ。よう登ってきたね、ケンポちゃん。なんじゃ。高度感抜群。写真撮ってみようか。ポンちゃんもうすぐ頂上やろ。もうすぐ？うん。なあ。よいしょ。なんか先端っていうか、突端っていうかな。あの、先のところやな、頂上は。どっちも切れてるで、ポンちゃん。すごいね、あんちゃん。キレッキレ。はぁ。キレッキレってのはこのことか。すごい。キレッキレ。キレッキレのポンちゃん。これは。ガモだけすごいよ、やっぱり。このコンパクトな山にね、一級の山のね、この過酷や困難さがね、凝縮してるね。うん。ぎゅーっと絞ってね、300% にしたオレンジジュースみたい。すごいね。コンバ。うん。これはコンバな。うん。コンバいかに？うん。ほら。これこっから先は頂上よ。よう来たもんや、ポンちゃん。ほら来たで。ポンちゃん。はい。来た、来たやろ。ダダーン、こっからの。ダダダダーン。おぉ。合図のマッターホルンや、ポンちゃん。合図のマッターホルン。すごい。はは、すごすぎる。ガモだけ。登ったー。ありがとう。828m。来たね。ポちゃん、三角点タッチ。おめでとう。いやいやいや。来ましたね。皆さん、これが、ガモ岳、頂上です。ね。すごい景色でしょ。ねえ。しかもね、今日ね、大晴天。こんななかなかね、山頂で天気、珍しいですよね。僕らもね、結構何回も、天気って本当限られてるよね、今回ね。ほら、遠くの山々、見渡せる？遠くの山々もね、全部見渡せるって。いや、もう、本当すごいです。
あ、こんちゃん、あの頂上着いたからね、おやつタイムですね。はい、今日のおやつはね、ふんわりメープルのパン。これセブンプレミアムね。ふんわりメープル、うん、これからまず行ってみようかな。メープルっていうことはメープルシロップが使われてるってことだな、うん、はい、ポンちゃん、ありがとう、あーちゃん、うん、いただきます、うん、あ、メロンパン風味に、うん、メープルシロップがね、中からじゅわって、じゅわって、うん、すみませんが、それはできません。は？どういう意味、シリ？今頃、今頃反応しとるよ、シリ君は。何ができないの？わからない。去年は楽しかった。楽しかったね、うん、景色綺麗だし、うん、で、ちょうどお花も可愛いのがいっぱい入ってた、うん、最初にさ、もう片栗がさ、うん、すごくてさ、うん、片栗ロード、片栗ロード綺麗だったね。片栗ロード、片栗ロード、うわ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